TV のりょうへいです。どうもしょい TV でーす。はい、お願いします。はい、今日は何でしょうか。たくさんのバッティンググローブを持ってきたのでご紹介させていただきたいと思います。よっしゃ、いこう。どれくれるんだろうね。旬のものからいきます。旬のものもらおうかな。あげないんだな。じゃあまずこちらです。おお、オリンピックの。はい、本来であれば2020年のオールスターモデルの Z のバッティンググローブになります。かなり派手ですね。2020のオリンピックをイメージしたようなバッティンググローブとなっております。こちらは選択できる合皮のタイプのバッティンググローブなので汚れても大丈夫なのかなといったところです。同じような感じで、はい、どうぞ。続いてはこちらです。また Z。 はい、2019年のオールスターモデルのバッティンググローブになります。かっこいいね。去年小林誠二選手なんかはこれ使って打席立ってましたね。で、こちらは革手と呼ばれるバッテとなっているので洗いはしないんですけれども、グリップ力だったり手の馴染みというのはかなりいいバッティンググローブになります。続いてはこちらです。はい、 Z、 また Z です。こちらは安いんですよ。これ天然の革なんですけど、両手で5000円しなかったので一回ちょっとハンドソープ洗ってその後革のバッテでもある程度ちゃんとケアをしておけば、まだこれ柔らかいので洗濯した後でも柔らかく、はい、使えているので、うん、まあ、元の値段が安いのでどうかなと思ったんですけども、全然いい感じに、まだ伸ばすないい感じにまだ長々と使えております。はい、続いてがこちらです。アシックスです。あら、僕も初めて使ったんですけれども、なかなかいいなと思っております。こちら革のタイプのバッティンググローブで、他のバッティンググローブと違うのが、はめた時に巻き方が他のメーカーと違うんですよ。普通はこっちからこう巻くんですけど、アシックスの場合はこう巻く。なんでやろ。なんか手首の返りとかじゃないですかね。なるほどね。バッティング詳しくないので苦手なのね。デザインで買っちゃってるんですけれども、こちらもかなり柔らかくて結構握りやすいので、去年なんかはこれをメインとして使っておりました。ピッタシピッタシ。無理やりはめるなって。おいおい、伸びるな伸びる伸びる。まあ鮮やかなデザインなので僕は気に入ってます。ジンジャーマンマンですか。はい、鮮やかにですか。あ、そうですね。続いてではこちらです。真っ赤なナイキのバッティンググローブです。革のタイプバッティンググローブになります。うん、今ナイキって基本的に日本で売ってるのってバッティンググローブとリストバンドぐらい。そうなんだ。はい、もうグローブもスパイクも撤退してしまってるので、その中でも僕ちょっとナイキ好きなので使いたいなと思って。すごい。いくらぐらいなんですか。これは7000円ぐらいで、まあ、革のバッテなのでちょっと値段は張るんですけど。そうか、もうだいぶ使い古して穴が開いてきちゃったので。なるほどね。結構、まあ、こういうのはショックなんですけど、手の甲はまだまだ全然健在なので、まあ、この辺だったら全然縫えるので。そうっすね。はい、はい、続いてこちらです。あれ、アディダスじゃないですか。アディダスです。俺は持ってますよ、こういうカラフルなやつね。はいはいはい。僕あんまりアディダス使わないので、もう珍しいじゃんって言われたんですけど、これ普通にかっこいいなと思って一目惚れで買ってしまいました。一目惚れしすぎじゃない、あなた。そうです、ね、野球道具すべて、はい、一目惚れで買ってない。プレーで目立てない分道具で目立ってやんないといけねえなとは思って。草野球の醍醐味ですから、はい、革のバッテとなっております。いい、若干他のメーカーより分厚めに感じるかなって思うんですけども、僕結構厚めでもあんまり気にしないタイプの、まあ、なんといってもこういったところのデザインがアディダスさんはかっこいいです。かっこいいです。続いてまだまだあります。こちらリザードスキンさん。あ、リザードスキン、はい、結構有名なのがバットのグリップだったりが有名だと思うんですけれども、そのメーカーのバッティンググローブになります。こちらも確か本革だったと思うんですけど使用しておりまして、なんといってもこれも結構派手なので、僕の好きな青と赤が2つとも入ってるので、うん、一時期木製バットを調子乗って使ってたんですけど、この柄のリザードスキンのグリップだったので一緒にちょっと統一したいなということで。なるほど、買いました。素晴らしい。1本2本しか売ってないっす。なるほど。はい、続いてはこちらです。おぉ、刺繍入りです。すごいね。バッティンググローブに合わせた刺繍をちょっと、こんなに派手なものがこの世の中にあるのかと思って見た瞬間買う意思を固めました。モンタナスポーツさんで刺繍の方を入れさせていただきました。僕マックダビットするんですよ。刺繍隠れるなんて後から気づきました。これはまだ試合で使えてないので、そのうち使っていこうかなと思っております。そうですね。はい、続きまして、皆さんご存知パワークでーす。こちらも一目惚れです。多いね、一目惚れ。革のバッテとなっております。いくらですか。こちら7000円ちょっとだった気が。パワーアーク皆さん結構いいっていうの で、ちょうど僕に合うサイズのものがあったのでやっちゃいました。
すごいね。確かエスポート水野さんで購入しました。手触りなんかは他とは違うなと。はい、というわけでラストのバッテとなります。もう今すごいみんな使ってますよね。そうですね。正直言うと紹介しましたもんね、これ。しました、しました。これはあのカムイスポーツさんで紹介したやつと同じやつ。はい、こちらです。出ました、パワーアークダイバーシティブルー限定品です。あら、やっと。こちらは合皮のタイプのバッティンググローブになります。ラインもこれが去年のもので、これが今年のものなんですけれども、ラインが変わってるのでデザインが若干だけ変わっております。いいね。かっこいいです。合皮なんですけれどもめちゃくちゃ使いやすいです。はい、というわけで今回はたくさんのバッティング手袋をご紹介しました。で、まだあるんだよ本当はね。まあ、軽く紹介しましょうか。はい、これです。マグラビティって知ってますかね。リスト固定するやつなんですけど、はい、帰らないとかそういうやつですよね。が、もう彼はもう4つぐらいもある。もう両手両足につけてるのかっていうぐらいの量なんですけど、はい、日によって多分デザイン変えてやってるんだと思うんですけど、そうですね。一番使ってるのどれですか。最近はこちらです。限定品のもので刺繍を入れてもらう。なるほど。つけた時にこうやってこうに。なるほどね。はい、刺繍入れられるのいいね、はい。これどこで入れたんですか。モンタナスポーツさんです。モンタナさん、ほんと様々じゃないですか。本当ですね。君は何から何までやってもらってます。なんだ君は、なんだ君は、なんだ君やったか、なんだ君やったか。これネクタイにもなりますね、こうやって。遊ぶな遊ぶなはい、というわけで今回はたくさんのバッティング手袋、そしてマグダビットをご紹介しました。この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。僕のバッテかっこいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、それではありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポ、グラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん、プリントするグローブはこれプラスこちら。これ、はい、インテップロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Let's kill the sun.